皆さんこんにちは。実の弟である山川豊さんと共に演歌歌手として活躍している鳥羽一郎さんは、数々のヒット曲を生み出しています。兄弟船で歌手デビューした年は新人賞を総なめにしており、また兄弟で話題となっています。そして鳥羽一郎さんは NHK の紅白歌合戦に20回出演しているベテランの演歌歌手で、そのうち7回は兄弟船を歌唱しています。演歌歌手として人気知名度の高い鳥羽一郎さんですが、ネット上では病気説や死亡説などがあるようです。またとある番組でのロケに関しても話題となっています。鳥羽一郎さんの次男の木村哲二さんが結婚間近とのことです。今回は鳥羽一郎さんの体調と死亡説の真相や次男の結婚相手、とある番組でのロケの出来事に関してお伝えしていきます。まず最初に鳥羽一郎さんのプロフィールと経歴を紹介します。鳥羽一郎さんは本名を木村勝平と言い、1952年4月25日三重県鳥羽市の出身です。お気づきの方もいらっしゃるでしょうが、芸名の鳥羽は出身地から拝借しています。父親は漁師で母親は二という漁業一家に生まれ、5年間遠洋漁船の船員としてパナマやインド洋までマグロやカツオの捕獲に従事したことがあるそうです。海が荒れれば命さえ落としかねない厳しい環境での心の慰めは、別れの一本杉、涙船といった船村徹さんの作品だったといいます。一度は板前を志し調理師免許も取得していますが、実弟の山川豊さんの東京での活躍もあり、もともと抱いていた歌手への思いを断ち切れず27歳で上京します。そしてかねてから憧れの存在だった船村徹さんに弟子入りし、3年間の修行生活を経て1982年出身地に由来する芸名をつけて兄弟船で歌手デビューを果たします。デビュー時のキャッチフレーズは潮の香りが似合う男です、海の男という、それまでほとんど取り上げられなかった独自の路線を開拓して、その年の新人賞を総なめにすることになり、この時鳥羽一郎さんはすでに30歳を迎えています。弟の山川豊さんがしなやかに大人の色気を歌い上げるのに対し、鳥羽一郎さんの演歌は大海原を相手に日々格闘する漁業従事者たちの心意気や絆を力強く歌い上げているのが特徴です。港町の漁師たちの中では友人と酒盛りをしながら鳥羽一郎さんの演歌を聴くのはもはや日常となっているといいます。またテレビ番組において船に乗り込み漁に出るようなロケがあったり、漁師や仕事で船に乗ったりしている人が出演すると挿入歌として兄弟船が流されることが多くあります。数々の音楽賞のほか、海難維持の進学機会確保のための80回に及ぶ献身的なチャリティー活動などが評価され、7度の紺綬褒章受賞歴もあります。前述の通り、漁師時代に数多くの友人を海難事故で亡くした経験から、鳥羽一郎さんは1988年より海難維持救済活動の一環として海難維持チャリティ漁港コンサートを定期的に開催しています。そしてその回数は80回を数え、これは個人によるチャリティー活動では異例の数字となっています。そんな鳥羽一郎さんには2人の息子さんがいます。次はこの2人の息子についてご紹介します。長男は1988年11月29日生まれで、名前は木村隆三さんといいます。隆三さんは父親が鳥羽一郎さんということもあり、幼い頃から音楽に親しんでいました。隆三さんは高校の時麻雀が好きで雀荘に入り浸り、高校を退学になった過去を持っています。ですがこの退学がきっかけで、周りからの期待で嫌になっていた音楽をやりたいと思い始めたそうです。そして東京自由学院という音楽の専門学校に入学します。入学から1年後にインディーでデビューすると、2012年にクラウンレコードからミニアルバム6本の弦の間からでメジャーデビュー、その4ヶ月後に初のシングルも発表しています。結局入学した専門学校を卒業した後、城西大学経営学部に入学しています。現在は歌手としてだけでなく作詞作曲も行っています。次男は
1991年7月11日生まれで、名前は木村哲司さんと言います。兄の龍蔵さんの3歳年下の哲司さんは、高校を中退した兄と異なり、中学高校ともにスポーツに打ち込んでいます。そして大学卒業後は就職せずに、幼い頃から抱いていたいつかは演歌歌手に挑戦したいという夢を追ってか、兄と共にライブハウスなどの様々な場所で歌手活動をしてきました。そして2016年に龍蔵さんと兄弟デュオ龍鉄日記を結成。そこから6年後の2022年にシングル2代目でソロデビュー。この曲を作ったのは兄の龍蔵さんで、鳥羽一郎という父の2代目の名前を兄弟で作り上げた曲で背負うとは、なんとも感動的な話ですね。ちなみに鳥羽一郎さんはこのデビューに際して、分かってると思うが、とてつもなく厳しい世界だぞとだけ言葉を送ったのだとか。今までこの世界を生き抜いてきた鳥羽一郎さんが言うだけあって、かなり重みのある言葉だったでしょう。これからの活躍に期待したいですね。父鳥羽一郎さんから厳しい言葉を受け取った次男の演歌歌手の木村哲司さんが、12月4日に都内にて開催された第65回輝く日本レコード大賞表彰式会見に登壇し、見事新人賞を受賞しました。木村哲司さんは栄えある新人賞ということで嬉しい気持ちでした。去年まではアルバイトしながら活動していたので、こういう状況が信じられない気持ちもありますと言い、改めて受賞した喜びをかみしめました。また木村哲司さんは同じ父であり演歌歌手である鳥羽一郎さんにも受賞したことを報告しました。鳥羽一郎さんからは、お疲れと一言もらいましたと、まさかの塩対応だったようです。もし最優秀新人賞を勝ち取った場合、真っ先に誰に報告したいですかという質問には、真っ先にというところで言いますと、やっぱり迷惑をかけて心配をかけた父と母ですね。両親に一番に報告ができたら、親孝行に少しでもなればという思いですと力強く意気込みました。歌手として立派な賞を受賞し、一人前になった木村哲司さん、日本レコード大賞新人賞を受賞したばかりで、恋愛や結婚は二の次になるほど仕事が忙しい状況だとも考えられますが、電撃結婚といった見出しでテレビや週刊誌がにぎわうかもしれません。木村哲司さんは現在独身のようですが、近々結婚すると言われています。木村哲司さんの結婚相手と言われているのが、3時のヒロインの奏さんです。木村哲司さんは8月に出演したアベマの番組で、結婚願望について聞かれ、この仕事をしていなかったらすぐ結婚していると思う、結婚願望はあるし子供が大好きとコメントしていました。2023年8月24日テレビ朝日とアベマが共同制作する番組、恋するアテンダーという番組に出演しました。恋人がいない奏さんを紹介された木村哲司さんは、奏に興味があると話していました。一方奏さんは木村哲司さんについて、てっちゃんは私が追いかけるタイプの恋というを分析しました。奏さんも子供好きという面で意気投合していました。残念ながら番組内でカップル成立にはならなかったようです。しかし関係者によると、番組が終わった後も積極的にアピールしているようなので、奏さんの気持ち次第で結婚すると言われています。2人の年の差も1歳なので、結婚相手としても年齢的に違和感のないちょうどいい感じですね。次に鳥羽一郎さんの体調と死亡説に関してお伝えします。鳥羽一郎さんの名前で検索すると、関連ワードに病気という用語が出てきます。年齢を重ねるとともに病気をしやすくなるということもありますし、何か持病を持っているのかと思い調査したところ、鳥羽一郎さんが病気や体調不良であるという情報はありませんでした。鳥羽一郎さんは特に健康上に大きな問題などはないようです。ある程度有名で高齢な芸能人の方は、テレビとかで見かけない期間があると病気なのかと心配して検索する人が増えてくることから、鳥羽一郎さんの関連ワードに病気という用語が出てきたということも考えられます。
また鳥羽一郎さんの死亡説に関してですが、2010年くらいからネット上で死亡説が浮上しています。もちろん鳥羽一郎さんはご健在で、今でも歌番組に出演しており、見事な歌声を披露されています。そしてコンサートも各地で精力的に行っているようで、健康上の問題とかはあまりなさそうです。死亡説の原因として、ヤフー知恵袋に鳥羽一郎さんは死亡したのですか？のような質問がいくつかあり、その答えに死亡したという嘘が書かれていたりしていたようです。このヤフー知恵袋はサイトの力が強いので、ワードが検索上位に乗りやすく、今回のように事実とは関係なく関連ワードに残りやすかったようです。続いて鳥羽一郎さんのロケでのとある出来事をお伝えします。2022年12月に放送されたバラエティ番組明日の内村に登場した鳥羽一郎さんは、お笑い芸人である U字工事さんの案内で、その地元である栃木を一緒に回るというロケをしています。そこで鳥羽一郎さんは異常なまでのせっかちぶりを発動しており、一人で勝手に歩き出したり、もういいんじゃないのと飽きたりしています。さらにはロケ中にもかかわらず、小便行ってくると傍若無人な振る舞いをしていたのです。その際、司会者である内村照義さんが大ハマりしたこともあったためか、2023年2月6日に再出演を果たしています。再出演のロケでは U字工事さんが進める栃木の3つの道の駅を回っています。ところがここでも空気の読めないわがままを貫き通し、 U字工事さんを困惑させ振り回したのです。その身勝手さが最も出たのが最後のロケブロックです。手軽で豪華なキャンプグランピングを体験したのですが、演歌好きのマスコタクロウさんから最後に一曲歌っていただけるととお願いされるも、一日中ロケに付き合わされたことに苛立ったのか、ダメダメ、もういいよいいよ、やめよう、行こう、じゃあな、お疲れさんとロケを勝手に切り上げて外に出て行ってしまったのです。そして辺りに漂う気まずい雰囲気に、それまで鳥羽一郎さんの行動に笑っていた司会者の内村照義さんも笑みが消え、ワイプ越しで無言となっています。また他の出演者であるパンサーの向井俊さんらも大御所の暴挙に苦笑いを浮かべるなど、スタジオが静まり返ったのです。しかしその場でスタッフがお願いしたのか、泣く泣くエンディングシーンだけ付き合ってもらうことになったようです。ところが外に火がくべてある場所で撮影したため、煙いのかカメラに映ろうとせず、一人後ずさりする鳥羽一郎さんとなってしまい、スリーショットで締めくくるはずが、グダグダのまま撮影は終わってしまいます。それからカメラ隊も撤収する中、宣伝用のスリーショットを撮るという段階になって、鳥羽一郎さんがいきなり歌を歌い出したのです。これには仕方なくテレビカメラは鳥羽一郎さんを映し、 U字工事さんもただ黙って見ているしかない状況だったようです。いかがでしたか？今回は鳥羽一郎さんの体調面や死亡説の真相、次男の結婚相手、またロケで起きた出来事に関してお伝えしていきました。ロケでの配慮ゼロの鳥羽一郎さんが、寛容な内村照義さんまでも呆れさせてしまったとあり、これにはネット上でも様々な意見が寄せられています。カメラ裏のことまではわからないため、詳細に何があったかまではわかりませんが、芸能人ですのでプロとしてカメラの前に立つのが仕事にもかかわらず、横暴な態度で共演者を困らせるというのは、視聴者としても見てられない状況です。今後鳥羽一郎さんがバラエティ番組に再度呼ばれる日は来るのでしょうか？立場のある方ですので、これからも健康で良き演歌歌手として振る舞ってほしいと思います。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。